今年で57回目を迎えました北海道美術協会主催の同展の会場札幌市民ギャラリーです。今年は1926点の出品のうち246点が入選しました。この246点を含めて第1展示室から第5展示室まで、展示されております。同展の事務局長の豊島忠彦さんにお話を伺いながら作品をご覧いただきます。豊島さん、1926のうち246というのはかなり厳しいですね。そうですね。もう同展は近年毎年こう厳選になっていますけども、若い人たちがどんどん応募してきまして、非常にこう毎年のように入選している人でも今年は船外だったっていう、落選だったっていうのは、そういう例もたくさんあります。それだけ新人がまたここに新しく加わってきているわけですね。なるほどね。今年の特徴といいますとどんなことが挙げられますか。今年は非常にできるだけは絵を描いたり彫刻を作ったり人たちに大きさの制限をつけませんで、それでできるだけ伸び伸びと作品を作ってもらうということで、一応150号までという枠はあるんですけども、はい、その制限いっぱいいっぱいに対策を持ち込んだということと、それから非常にこう各分野ですね、油絵ばかりでなく彫塑工芸日本画その他の各部門で非常にこう造形思考といいますか、作者の表現したいものを非常にこう強く主張してくるような作風の傾向が非常にこう目立ったと言えると思います。はあ、そういえばこの会場本当に対策ばっかしが並んでますけどね、若い人が増えたとか、あるいは女性も多かった、ね、ということですね。そうですね。やはり公募展にこう応募する人っていうのは非常にこう20代30代の出品者っていうのは過半数を占めているわけでして、非常にこう若い人たち の創作意欲っていうものが目立っていると思います。今年で57回目を迎えるってことは、もう昭和の初め大正時代から始まったってことは歴史も古いんですけども、ね、その同展の性格特徴っていうのはどんなことが挙げられますか。同展はそういうふうに大正14年に第1回が開かれまして、以来昭和20年の終戦の年だけ開催できなかったという以外はずっと続いてきて、ちょうど昭和の年号と一致して第57回ということになるわけですけども、東京の方の公募展と違うところは、北海道のこう美術幅広く各ジャンルといいますか傾向も単に写実的なものばかりでなくて、半具象ですとか抽象といったいろんなこう傾向の作品を包括しているということが言えるわけですね。これくればとにかくいろんなジャンルのものが見られると、はい、道内の美術を目指している人にとっては登竜門ということはもちろん言いますね。同展で最高の栄誉といいますと北海道美術協会賞なんですが、その美術協会賞を受賞されました頼田康弘さんにお話を伺います。入賞おめでとうございました。どうもありがとうございました。頼田さんは9回目の出品で、はい、ほとんど入選されているそうですね。過去2回落選の経験ありますけれども、はあ、その後ずっともう常連でベテランなわけですね。いやそこまでは言っていませんけど、なんとか出させていただいております。この作品がその美術協会賞に輝いたものなんですが、はい、どういう狙い意図があるんですか。私は日本のまた仏教が入る前のそういう古代の文化、例えば去年の作品もそうでしたんですけども、邪馬台国ですとか、はい、また魏志倭人伝で卑弥呼が朝鮮の方ですね、今の朝鮮の方に渡った、そういうような日本の文化の黎明期っていうんでしょうか、そういうものに非常に興味を感じてまして、一種の憧れのようなものをこの絵の中に託してみたわけなんですけど、そうすると海とか空なわけですか、はい、上この絵は。そうですね、人を出すというよりも海ですとか、また抽象的な光、また雲、こういう一つの自然の世界を描くことで自分の憧れを表現したかったということなんですけど、非常にその何ていうんですかね、抽象画の方にやっぱり近いんですか。そうですね、こういうテーマが始まりました頃はまだ純粋に四角ですとかひし形ですとか抽象な形ばっかしだったんですけども、だんだんそういう中に自然物ですとかね、誰が見ても分かるような光だとか雲の流れ、こ
こういうものを表現することで柔らかさと物語性というものを打ち出して、見たわけなんですね。頼人さんの作品というのはこういうようなものが多いわけですか、ずっと。大きな作品になりますと、ほぼこういう感じでまとまります。本職は何でいらっしゃいますか。中学校の教師をやってます。そしてやはり美術を教えてる。美術家です。なるほどね。と生徒さんにもこういうものを。いえ、生徒にはできるだけこういうものから離れた作品を作らせたいと思ってます。今後はしかしこういうものはやはり同じようなものを手掛けていかれるおつもりですか。一応ライフワークとしてこういうテーマを追求していきたいと感じております。今後の活躍を期待しております。どうもありがとうございました。さて、若手で、大変将来の活躍が期待されております、佳作賞を受賞されました蒲生芳恵さんの作品です。蒲生さんのこの作品は、ジャンルから言えば何になりますか。工芸の塗りというジャンルでして、はい、漆塗りの部門です。漆塗り、はい、そうするとちょっと画面ではよく分からないかも分かりませんけども、はい、その漆を塗り固めて作られた作品と。そうです。漆の技法であります螺鈿ですとか、研ぎ出しですとか、それですとか、あと箔を貼ったりとか、そういう漆の技術を使って絵を構成してみました。どういうテーマですかこれは。ある一つのものが生まれて形や色を変えながら巡り巡っていくっていう、そういうものをちょっと表現してみたくて、そのイメージであとはエスキースを描いて、でそれをだんだん一つのものに作り上げていったわけです。随分緻密ですね。一番その苦心されたところってどの辺ですか。全体的に綺麗に仕上がるようにっていうことはもちろんですけれども、やはり盛り上げ、何度も塗って盛り上げたりとか、あとその艶を取り戻すために磨いたりですとか、そういうことが大変でした。蒲生さんはこの同点は何回目の出品。出品は4回目で、今回3回目の入選です。そうですか。将来ともこういうものをやはり手掛けていかれるおつもりですね。できる限りこういうものから離れないで物を作っていきたいと思っております。そうですか。活躍を期待しております。おめでとうございました。ありがとうございました。さて、それではその他の入選作品のうち、優秀なものをじっくりとご覧いただきましょう。大丈夫？罠なんだよ。床にオイルを撒いて火をつけたんだ。あのメモをくれたのはパーサーの弁よ。一体
豊島さん、実にこの大胆で素晴らしい作品が所狭しと並べられておりますけども、この一般の方々が鑑賞するにあたってのですね、ポイントを教えてください。そうですね、同点は非常にこう写実性の強いものから具象って言われるんですけども、具象的な作品、あるいは色彩とか線を使って非常にこう抽象的な構成をした作品に至るまで、絵画に、これは絵画ですけども、彫塑でも工芸でも非常にそういった写実性のものから抽象的なものまで幅広いこう範囲がありますので、そういった作品の中で作者の主張のようなものを見ていただければいいと思います。その主張も何かこう既成の概念を打ち破るとか、あるいは脱皮するとかですね、そういうものを伺えるものが多いわけですか？そうですね、やはり一般の方々はなかなかこう難しいと言われるんですけども、やはり現代って言いますか、私たちの生活の中から生まれてくる一つの作者の主張みたいなものが絵画をあるいは彫刻を通して出てきてるわけですから、そういったものをご観覧いただければいいと思います。それとその若い方々の作品が最近増えていると、やっぱり若さ特有の特徴というのもやっぱりあるわけでしょうね、今回は。そうですね、やはり同点の出品者というのは非常にこうそういった若い人たち、女性もたくさんおりますし、そういう人たちの作品というものは何かこう現代を素直にこう見つめて、でそういう中で自分 の作風というのものを考えていきますから、非常にこうなんか興味のある作品がたくさんあると思います。それとその一般の入選作品246点と、それから会員会友、こういう方々もベテランの方々ばっかしですが、この人たちの作品が200点以上ですか、それぞれ違った重みがあると思いますので、やはりこの会場に直接足を運んで、じっくりと見ていただきたいというところですね。そうですね、ありがとうございました。